サルバドール・ティアム・ビラル・ブラン・カンプ・ソブラルは、ポルトガル出身の歌手。ジェット・ベーカーから影響を受けたことを公言しており、ジャズをベースにポップスなどの要素を取り入れた音楽を作り上げている。音楽グループ、アレクサンドル・サーチではボーカルを担当。シンガーソングライターとして活動するルイーザ・ソブラルは、実施。1989年、ポルトガルのリスボンで生まれる。バルセロナにある。 音楽学校、トーラーでミュージックスで本格的に音楽の勉強をした。2009年、ポップアイドルのポルトガル版にあたるテレビ番組、イッドロスの第3シーズンに出演。ファイナリストまで残った。2016年、デビューアルバムとなる作品、エクスキューズメを発表。ユーロビジョンソングコンテスト2017のポルトガル代表を決める国内選考、フェスティバルカンサをにて、 楽曲、アマール・ペロス・ドゥ・ア・オー優勝。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2017に、ポルトガル代表として出場した。2019年3月に、アルバム、パリ・リスボンを発表。2017年9月、健康上の理由により、音楽活動を一時休止することを発表した。翌2018年1月、問題を抱えていた心臓の移植手術を終え、 退院したことが発表された。2018年12月、ベルギー生まれの女優であるジェナティアムと結婚した。ありがとうございます。